今からワンカット目を撮りたいと思います。今から、カメラワークの2カット目を撮影していきたいと思います。よーい、はい。今から、3カット目を撮っていきたいと思います。でここで、最後のカットなんですけど、なんか最後ちょっと回転とか動き入れた、カットが撮れればなと思ってます。早速ね、撮っていきたいと思います。撮影無事終わりましたんで、今からあいおいの方にね移動したいと思います。あいおいでいいやんの。はい、あいおいの方に移動したいと思います。ということで、あいおいの市場に行きました。で、今から昼ご飯を食べて、あいおいでですね、撮影の方をねしていきたいと思います。じゃあ一旦お昼ご飯食べに行きたいと思います。あいおいのペーロン城にやってきました。でなんか今日なんか定休日みたいなんですけど、一応ここでワンカットを撮りたいなと思ってるんで、ここのなんか鳥居ですかね、入り口みたいなのをちょっと見せながら一個撮りたいなと思ってます。なんで、早速ねちょっと撮影していきたいと思います。どういう風に撮るかちょっと今から考えながらやっていこうと思います。いやー、いい感じに撮れたんじゃないですか。どうですかね。いい感じだと思います。ね、いい感じやんな。これを、それぞれの場所でつなげていくっていう感じですね。なんで、撮れた映像とかまた後ほど流すと思うんですけど、楽しみに。万葉の岬に行きたいと思います。なんでそんな…レッツゴー。最後に、今日一日の最後、一応夕日がですね、めっちゃ綺麗に見えるところあるんで、ここがですね、万葉の岬ってところなんですけど、見てくださいよ、めちゃくちゃ綺麗ですよ。散歩しますね。ここで最後のちょっとカットをね、撮っていきたいと思いますんで、早速ね、撮影していきましょう。何してるんですか。ちょっとそこに立ったわけで新しいとこが見てるからネットによってよもうちょっと前かな。これ鍵穴なんだ。鍵穴なんですね。で、最初左から入ってきて、その真ん中で頑張って止まったらしい。待ってな。行きまーす。ちょっとね。行きまーす。はい。いいね。すごい。
おお。はい、ということで最後ですね、今日の一日の最後で、夕日がめっちゃ綺麗なので、ここでちょっと最後のカット撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで撮っていきたいと思います。これやばくない？あ、動画なの？動画っすね。やべえ、あれ、うん、あれや、あの、何や、あれ思い出したぞ、今キングダム。今から下に降りてます。今は太陽公園に行っています。このゴンドラに乗って、上の城まで向かいます。どうでしょう？広で、
2日目終了っていうことで無事終わりました。